はい、というわけでやってまいりました。ここだ。マレー食堂。はい、父ちゃんが偶然ネットで見つけたお店なんだけど、ちょっと面白そうなんで、はい、行ってみましょう。うっす。というわけで、父ちゃんがたまたまネット見つけたんだけど、あの山中湖の大森食堂が三浦に支店作ってるもんだと思って。盆地食堂ほどはいかないんだけど、画像で見るから結構すごいんだよね。すごいんだよ、ね、うん、そして値段的にね、そんなに高くなってむしろ安いのよ。これが果たしてどんなもんなのか。名物はこの片焼きそばらしいんだけど、結構感じる。あ、片焼きそばのすごい950円だ。悩むな。ちょっと丼物が食べたいね。りょうちゃん好きな定食、アジフライ定食700円いいんじゃないか。ミュー肉ってあるよ。個人的にはチキンボール引かれるけどね。うん、とんかつ定食ずーって、あ、定食いいな、定食いいな。カツ煮定食、カレーうどん、天ぷらうどん。基本的にはこっちが気になる。カツ丼とか、エビ丼、親子丼、卵丼。おいしそう。お店これなんかすごい、最近綺麗になりましたって感じだよね。すごい綺麗。来ました。すごいね。これね、このことは今まであんまね、カツが美味しそう。カツが分厚。挨拶来ました。サシ君来ました。そう。知らない。このね。丼になってる。こうじゃないんだよね。そうそうそう、こうなんだよね。下がさ、三角形の逆三角形。はい、皆さん、定食来ました。美味しそう。アジフライがね、なんか俺の知らない形をしてるんだけど、すごいね。でかいね。はい、いただきましょう。はい、せーの、はい、いただきます。はい、お昼ご飯でございます。おいしそう。野江さんの定食、そして龍一のね、アジフライ定食、でかっ。大丈夫、アジフライ。そして父ちゃんのね、注文したソースカツ丼、分厚い。でっかい肉でした。どうしてるうち、どうしてるうち、悲しいおもろい来ました。二人ともです。サトシ君がね、これですよ。サトシ君、うん、もやしそば。サトシ君、大きくない？これ安かったんだよね。うん、父ちゃんがね、たまたまね、見つけたね、定食屋さんでございます。三浦半島駅の近く、丸井食堂。これなかなかね、おすすめかもしれない。近くにね、気に入ってるパン屋さんもあるから、これから三浦半島来た時にそこ行かなきゃ。そのために自転車乗ってるのも思い出した。おちゃん、これガッツリ食っていきますよ。ありがとうございます。この肉はすごいね。よっこいしょ、分厚。よっこいしょ。こんな感じです。会津で食べてられる。あそこのお店よりでかいかもしれない。ルイチ君のアジフライいかがですか。乗っけてるね。ご飯に乗っけてちょうどね、丼ぶりになってるね。これさ、食べてみたんだけど、うん、そのなんていうの、ソースが中に侵略してないっていうか、それ大切なんだよね。美味しい。私ね、スケになってるのをね、食べたからね。このソースカツ丼はね、あの豆腐のとまだちょっと向け違う。味が表面でね、トロッとしてるんだよ、うん、中も全部あのソースの味一色じゃなくて、うん、肉の味とソースの味がちゃんと分かる。美味しいよ、これ。確かにうまそうだね。もくもく食べてます。先生、また三浦来とることあったら食べたいっす。またこのカツ食べたいっす。うん、またどうもありがとうございます。さっきの食いっぷりがあまりにもいいもんで、うまいですか。サトシは昔ながらの中華そばってすごく好きだよね。いい食いっぷり、ありがとうございます。